おはようございます。今日は先週身置きしたナメコの方を取りに来ました。今日の天気は？今日は雨の予報が出ています。日中の気温は7度前後であまり変わらないでしょう。夜間の最低気温は度前後でしょう。なるほど。 Hey Siri、今日は雪が降る？予報では今日は雪は降らないようです。おお。昨日の天気予報では雪が降る予報になっていました。雪は降らないみたいです。 Hey Siri、 ありがとう。どういたしまして。それじゃあ作業にかかりますか。昨日の夜結構雨が降っていたので山の方は濡れています。もう速攻濡れてしまうと思います。よし、とりあえずナメコの木を目指したいと思います。こういう大きさいいですね。これぐらいのサイズがいい感じのナメコだと自分は思います。取りやすいしね。これもだ。よいしょ。いいね。おお、いい感じじゃないですか。よし、取りますか。下から行くか。先週身置きした木が爆発しています。おお、これはめちゃくちゃすごい状態になっています。すげえ。これですよ。このぬめり方、昨日雨が降っているのですごい感じになっています。テカリ方がすごい。反対もそっちもついてるか。反対もいくらかついてますね。反対もこれすごいわ。ちょっと待ってこれ。よいしょ。すごい。すごいな。綺麗だな。テカテカして綺麗な状態になっています。おお。これはね、ハサミとヘラで回収していきたいと思います。ヘラの方がいいかな。ヘラで行こう。ヘラでプッシュ。ぬる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 ですよ。ああ、一気に結構な量になるな。これは反対側も結構ちょうどいい大きさのナメコがついています。おお、すごいトゥルントゥルンのいいナメコです。これはいいわ。すごいな。いいのに当たりました。ありがたいです。昨日が土日だったので先
に入られてるかなと思ったのですが、入ってなかったみたいです。助かりました。ありがたいです。ムキタケはこんな感じですね。よし、ナメコ取る。この木はナメコもついてるし、これね、ヒラタケかな。上の方にヒラタケですね、多分。ヒラタケの塊がついています。この棒で、これこれこれ、これですよ、これ。これ、あら、風。はっ。こういう感じの、いい感じのヒラタケです。まだ2、3個あるので、落としていきたいと思います。この木もなかなかすごいタワーになっています。下も結構ついてるので、いい感じです。反対側もいい感じです。こんな感じでついています。いい感じです。下もちょっとありますね。よし、取りましょう。あ、こっちもある。こっちもある。うわ、この木もすごいな。すごい。よし、回収していきたいと思います。これは栗竹だね。ナメコではなくて栗竹です。こういう感じね。栗竹は、栗竹は後ろの方が少しこう、灰色がかったような色をしているのが特徴です。よいしょ。お、モンベルじゃん。落とし物です。誰かがモンベルの帽子を落としていったみたいです。見置きポイント1、ここが見置き。あ、ついてない、ついてないです。取られちゃったかな。取られた感じがしますね。見置き1は失敗です。見置き失敗です。取られちゃってますね、やっぱり。あー、すごい、取られました。見置きは失敗。しょうがないか。他の木を探したいと思います。この木は、お、チビナメコがついてますよ。おお、これすごい。この木は来週じゃないかな。おお、いい木だね。よいしょ。ああ、こんなにもチビがついてます。これからの木みたいです。上の方にナメコがたくさんついてます。こんな感じのナメコタワーになっています。網を忘れた俺は取ることができません。今回は上の方を取るアイテムの方を忘れてしまったので、残念ながら諦めます。手が届く範囲で取っていきたいと思います。秋田県 YouTuber のミルさんのアイテムを参考に作らせていただきました。今年のムキタケトレイル棒です。後ろはこんな感じ。長さの方はこれぐらいしかないので、まあ、とりあえずこれでやっていきたいと思います。プッシュで取るか。うん、よいしょ。
ああ、元がねえわ。残念だな、ほんと。しょうがない。すっげえいいとこなんだけどな、あそこ。これも、なめこが入る木です。結構取られた跡はあるけど、まだこうやって残ってるのがあるので、こういうのをいただいていきましょう。これは、ミオキの木ですね。まだ小さいのがついています。ミオキ。倒木の向きだけ。綺麗だね。こういう、綺麗な向きだけは、いただいていきます。この木は、下の方に、いくらがついています。お、いいんじゃない？いいですね。いい感じの大きさのやつがあります。あ。これは古いかな。下だね。この辺いただきましょう。抜き竹がある場所にはなめこがある。なめこがある。はいはい、これね、誰か取ったのかな。やっぱこれもね、届く範囲で取られてる感じしますね。やっぱり入ってんだね。取られてるね。よいしょ。あ、そっちの木の下になめこある。見えました。これかな。この木も。ね、上の方にこうちょっとついてるんですよね、なめこが。この木の下にもちらっと見えました、なめこが。あった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 。おー、いいじゃん、いいじゃないですか。いい感じですよ。おー、これはいい、いい感じのが入ってます。まだまだこれから生えてくるタイプのなめこもあります。こんな感じですね。よいしょ。いや、帰りがけですが、もう一本見つけてしまいました。なめこです。あるね。ここいい場所だ。ありましたよ。うわ、トリゴルだ。トリゴルのやつがありました。いただいていきたいと思います。うわ、いいね、ですね。こんな感じです。白いやつが降ってきた。みぞれじゃないかな。あれ、あそこにもあるね。あれもなめこかな。みぞれかな。みぞれが降ってきました。ついにみぞれが降ってきました。まあしょうがないですけどね。結構でかかったぞ。いった、いるいるいる。お、2匹いる。いった。まだ近くにいましたね。あ、いたいるいるいる。いたわ。あ、2匹なんだ。親子なの？何もしませんから。あんたらの縄張りなんだね。ごめん。ちょっと俺戻るよ。そっち行っていい。よいしょ。逃げて。逃げないの？
逃げないんだ。怖くないの？人間怖くないの？いやいやいや、どうしたらいいのよ俺。いや無視していくか。俺こっち行くよ。じゃあこっち来ないでよ。よいしょ、そっち行って、そっち行きな。よいしょ、逃げないんだ。よし、縄張りなんだね。ラメコの木があるよ。あれ、これさっき取ったやつかな。あ、そうだ、さっき取ったやつだ。あ、背中見えてんじゃん。背中見えてるよ。よし、これはこっちから行くからね。よし、おー、見てんだ親子。ごめんな、失礼いたします。何もしないからね。よし、あんたらの縄張りにお邪魔しました。ごめんね、バイバイ、ありがとうYouTube 映えするよ。よし、今年は毎週山の方に入っていましたが、動物に会うことはありませんでした。なんか久しぶりに自然の動物を見たような気がします。まあ熊でなくてよかったんですけどね。熊だとやばい。